今回も手強かったな。いやー、ほんと手強かった。危なかった、マジで。セルのめっちゃ強かったな。いや、しかも途中でテオテスカトル出てきたしな。びっくりしたわ、ほんま。いや、しかも、テオテスカトル尻尾切れんしな。あ、ほんまな、意味わからんわ。ほんまな、いや、コリュウって尻尾切れないの俺今日初めて知ったわ。俺も初めて知ったわ、それは。え、知らんかったん？全然知らんかった。なんかサンブレイクから、コリュウ切れん代わりにフルフルの尻尾が切れるようになったらしいの。そいつはすげえや。呆きれてんじゃねえよ、お前。あいつはすげえや。いや、俺もびっくりしてさ、昨日も配信やったんだよ。はい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 。それで教えてもらった。お前、それあれじゃない。え？元ネタワザップじゃない、それ。元ネタワザップ、パワーワードすぎやろ、それ。それワザップでしょ。これ、もしかして尻尾が切れない？確かドスワゲ尻尾切れるよな。絶対逆言うやん。絶対逆言うやん。多分ね、切れるはずね。なあ、確か切れたよな。確か切れたよ。切ったら素材の種類多すぎんくない？いや、ドスワゲから確か大型種に変わるはずやけど。そう。プロギーと、ジャギーノスと、フロギーとジャギーノスと、誰だっけ、さっき買ったやつ、おさえずちまでは切れんかったけど、そうだ、確かドスバギーから切れてるな、確かだけど、あんま俺も覚えてないけど、いや俺もちょっとじゃあ尻尾狙うわ、俺も、うん、ちょっと尻尾狙っといて、次、ボウガン鍛えるのに、あれよ、ミンク竜の尻尾がいるんよ。確か架空の素材出てきた。確かミンク竜のビベンっていうのがいるんよな。確かあの斧ムチってやつな、確かいるんよ。そう尻尾が切れるようになったのマスターランクからやもんな。そうマスターランクの新要素ね。何が起きたんだ。その間に何が起きたんだ。おい、マジワザップ系 YouTuber で作る。出たワザップ系 YouTuber。 ワザップ信用するの、マジ小学生ぐらいだろ。言われてるぞ、コメント欄。最近の小学生のワザップ絶対信じねえもんな。ゲームウィズか、多分ゲームエイトだろうな、最近の小学生の信じるもんどん。なんかゲームウィズかゲームエイトの攻略サイトで、ミンクリューの尻尾を投稿しときは楽しんでる。回化して3回回化を解いた後に尻尾を攻撃して耐久値1回減らすと尻尾切れます。そのまま討伐して家に帰って、3回五穀に話しかけてください。ありそう。尻尾がありそうだわ、それ。3回五穀に話しかけてください。五穀に話しかけてください。すると五穀から尻尾がもらえます。誰が信じるそれ。あと鉄かぶらの妖体の尻尾も手に入るんですよ、絶対。めっちゃいいな、鉄かぶらの妖体の尻尾手に入る、めっちゃおもろいな。コメント欄でモンハンわからんけど条件細かいの本当ワザップ。すごい細かいよな、ワザップ。でも本当だな、ワザップってさ、やっぱ俺らがさ小学校の頃からあったからさ、あった、ね、でも見ちゃうんだよね、やっぱ見ちゃう。いや、ちゃんとしたやつもあるんよ、もちろんちゃんとしたやつもあるんだけど、だいたいガセネタが多かった。いや、ほんまな。マジでガセネタ多すぎて、俺ら小学校にしてマジでワザップの信用性っていうのめっちゃ新規しよったからな。いや、あのポケモン不思議なダンジョンとかあったじゃん、昔。 あんなんでワザップでさ、ある何かな、うん、なんかペリッパーに話しかける前に一回自分の部屋で休んだ後に、なんか X と A を同時押ししながら、あの一回寝たら次の日ペリッパーが
レベルアップの不思議な飴を10個くれるみたいなのがあったんよ。それをバカ正直に やろうと思ったんだけど、待ってよと、うん、A ボタンを押したまんまだったらセーブできねえな、寝れねえなと思ってずっとそこで止まっとったんよ。あらららららと思って、でも鶴はみんなできたできたっつってほんまにできた、じゃあ目の前でやってみてっつって言ったら、いや目の前ではやれーとか言ってじゃあやってねえやつ何それっつって、何じゃあできないんじゃねって言ったら、いやできるできる、だって俺レベルもう99いってるしとかっつってそれはお前がやり込んだからやろそういやーもうワザップに踊らされた日々もあったわだからもうワザップというかお前友達にやったこと言うな言うな、それは言うな